はじめまして、おはようございます。ふみです。さあ、続きをやっていきましょう。なんだっけ、ちょうどチャプター終わったところだよなーって話して、ファイル1にセーブしたんだよね、確か。違ったか。いや、ちょうど終わったところだとチャプター選択ができる画面から始まるんですけど、違いましたね。はい、残念。ごめんください。あら、さちこちゃん、しほさん、完全に治ったんですね。さちこちゃんが協力してくれたおかげよ。私は別に何も。そういえば慎太さんはいないですか？シンタとシロなら今奥でうどんを打ってるわ。うどんを？サチコちゃんに俺だって私が監修してるから味は保証するわよ。きつねうどんできたよ。あ、シンタさん、ちょうどよかったにゃ。サチコ、うどん食べるにゃ。いいんですか？もちろん、サチコちゃんのために作ったんだよ。わい、私ずっと食べたかったんですよ。そんなのみんな知ってるにゃ。遠慮せずどんどん食べてよね。邪魔するぞ。あ、五条院さん。ぎ。なんだ城中、もう治ったのか。え、おかげさまで。何しに来たにゃ。まだ手こずっているようなら氷で手を貸してやろうかと思ってな。氷だったら遠慮しておきます。だが骨董屋、忘れるなよ。ええ、今回の借りは必ず返します。僕の力が必要ならいつでも言ってください。結構だ。ちょっと坊ちゃん、いいんですか？こいつにそんなこと言って。おい女中、貴様も俺に借りがあるんだぞ。借り？志保が呪いで倒れた時、呪いの進行を止めてくれたのは五条院にゃ。げげ、坊ちゃん、ほんと？あの時は五条院さんに頼るしか他に方法がなかったんだ。だからってなんで、よりによってこいつなんかに。しつけのなっていない女中だ。よし、借りを返してもらおう。え、いつ？今からだ。志保に何をさせるつもりにゃ。ちょうどここの商店街の会長に商店街を盛り上げる企画を頼まれていた。女中は1週間商店街のマスコットとしてこれをつけて客引きをしろ。なんで私がそんなことしないといけないのよ。これがチャプター終了時の BGM なのか。後日談が見られるようになりました。このタイミングで上にセーブしておけばいいんだな。はい、戻る。これか。後日談、赤い天狗と緑のもののけ。準備はできたのか？グズグズするな。やってるのね、早速。なんで私が。志保さん、よくお似合いですよ。これは猫耳がついたヘアバンドですね。なんで私が。女中に借りが返せないというのなら、飼い主である骨董屋に返してもらうことになるが。もう、わかったわよ。やればいいんでしょ、やれば。商店街の会長には俺から話しておいてある。話しておいてやる。せいぜい働けよ。今商店街では大サービスキャンペーン中にゃん。ぜひ立ち寄ってほしいにゃん。なんで私がこんな目に遭わなくちゃ
いけないのよ。志保、にゃんが甘いにゃ。もっと可愛く言うにゃ。あんたね。にゃんこ先生と呼べにゃ。ほら、お客さんが来たにゃ。ちゃんとやるにゃ。いいものをたくさん揃えているから、来て、見て、買ってほしいにゃ。志保さん、意外と似合っていますよね。うん。あ、幸子ちゃん、うどんはもういいのかな？はい、ちょっと食べ過ぎました。そうだよね、5杯も食べるとは思わなかったよ。えへへ、そういえば新太さんはうどんとそばどちらが好きなんですか？それ、シロとシホにも聞かれたんだよね。そうなんですか。本当のことを言うと、油揚げが入ってればどっちでもいいんだけど。新太さんは現代っ子ですね。そうかな。はい、でもいいんじゃないですかね。好きなものは人それぞれで。そうだね。志保、お帰りになる、お帰りになるお客さんにゃ。すみません、ちょっとバランスを崩した荷物が崩れてまいりました。直しました。さてと、また来てほしいにゃ。それ私ちょっと行ってみたい。はい、ということで本編戻りますか。続き、ほい、つくもがみ第4話、つくもがみ。シンタ、もっと力入れるにゃ。入れてるよ。いくよ、いっせーので。はい、そこでよし。ふぅ、ひと休みするにゃ。ダメ、まだまだ掃除は終わってないのよ。さあ、どんどんやって。なんで俺がこんなことをしなければいけないにゃ。働かざる者食うべからず。あんたもここの居候なんだから、きっちり働いてもらうわよ。残念だにゃ。俺は式神だから食べなくてもなんとかなるにゃ。じゃあ、せっかく買ってきた鰹節いらないってことね。ギャニニー、志保、性格悪いにゃ。性格悪くて結構です。鰹節が欲しいならキリキリ働いて。志保の勝ちだね。わかったにゃ、働くにゃ。シンタ、さっさと持つにゃ。ああ、行くよ。せーの、節水でも食らえ。ギャ、うわ。突然来たね。ここ、ほこりっぽすぎるね。お前が突然清水かけてきたのには原因にゃ。そうですよ、坊ちゃんが怪我したらどうするつもりだったんですか。ほら、お約束ね。パターンは大事にしないとキャラがブレるね。説明になってないにゃ。もうそのキャラ、お腹いっぱいなんでやめてください。おう、唯一のアイデンティティを奪われてしまったね。それで、テスラさん、どうしました？うちに来るなんて珍しいですよね。いつもミーはユーの協力してるね。だから今回はミーの協力するね。僕たちにできることですか？詳しいこと、Cから聞くね。Cごめんくださいざます。外人さん。私、隣の地区で暮らしている。カミラというざます。私の家でポルターガイスト現象が起こるざます。ポルターガイスト現象って何や？初期とか家具が勝手に宙を舞ったりする現象のことでいいんですよね？うん、そうだよ、間違ってないです。
ポルターガイスト現象、心霊現象の一種と呼ばれ、そこにいる人物が誰一人物に触れていないのに、物体が移動したり物の叩く音、ラップ音と呼ばれる、や発光や発火が起きる。西洋で認識されている幽霊現象で非常にポピュラーなものである。日本でもそんなことが起こるのかにゃ。ほとほと困り果てているざます。そこで仕方なくテスラさんを頼ろうとしたざますが、身は科学の申し子ね、非科学的なことはのたち。だからうちへ来たんですね。 Yes、 ミセスカミラは困ってます。シンタ、助けてやってください。それはいいけど、テスラさんは手伝ってくれないんですか。う、持病の尺が。じゃ、あとよろしくね。あ、勝手に帰っちゃったにゃ。また勝手な人ね。こちらなら解決できると聞いたザマス、お願いできるザマスか。あ、はいはい、坊ちゃん、どうします。困っている人を見捨てられないよ。カミラさん、僕たちに任せてください。本当ざますか。感謝するざます。シンタは安請け合いしすぎにゃ。ま、仕方ないわ。坊ちゃんはもののけ探偵なんだから。そういうこと。まずはカミラさんの家へ行きましょう。私の家は第6区にあるざます。ついてくるざます。第6区、こちらが私の家になるざます。すっごく大きい屋敷にゃ。こんな大きな屋敷に何人で住んでいるんですか。私一人ざます。一人。こんな大きな家に一人だと逆に寂しくなったりしませんか。坊ちゃん、失礼ですよ。確かにそう感じる時もあるざます。でも仕事が忙しいので仕方ないざますよ。趣味といえば日本の珍しいものを買うことくらい。この屋敷ももともと旧家族の方が住んでいたですが、格安で売りに出されていたのを買ったざます。いいな、格安だったら私も欲しい。ぶっちゃけどのくらいでした。少しお耳を拝借するザマス。ゴニョゴニョ。へえ。どうしたの。このお屋敷、北二道200年分の売り上げでした。夢は儚くついえました。ところでカミラさん、何の仕事してるにゃ。通訳ザマス。それも偉い方との通訳ザマス。だから日本語がお上手なんですね。上手だけど語尾がおかしいにゃ。あんたが言うな。バリバリ仕事をしてこんな大きな屋敷に住めるなんて私憧れちゃうな。ありがとうざます。志保とキャリアウーマンは最も縁遠い存在にゃ。あんたね。まあまあ、二人とも今は事件の調査が先だよ。そうだったにゃ。問題のポルターガイスト現象が起きるのは奥の部屋ざます。とにかく見てみるにゃ。こちらざます。ここがポルターガイスト現象が起こる部屋か。別に何も感じないにゃ。でも何かあるはずよ。操作してみましょう。私はお邪魔でしょうから下の部屋にいるざます。何かあれば呼ぶざます。わかりました。さあ操作開始だ。始めるにゃ。どこを調べてみよっかにゃ。やっぱりタンスは基本だにゃ。薬草くらい見つかるかも。下手に触って物を壊したら弁償するのかしら。シャンデリア。
一応天井裏も見ておこう。そっちか。はしごとかないけどどうするにゃ。決まってるでしょ、あんたの出番よ。志保は猫使いが荒いにゃ。頼むよ。ほこりっぽいにゃ。ねねね、ネズミにゃ。ちょっと暴れないでよ、ほこりが落ちるじゃない。俺はネズミが嫌い、ネズミが嫌いなんにゃ。何その設定、あんた猫なんだからネズミくらい倒しなさいよ。俺は猫の前に神だってこと忘れるにゃ。あ、逃げてったにゃ。助かったにゃ。ほっと一息ついているところ悪いけど、何かあったかい？別ににゃにも。あ、何やこれ、古いものにゃ。何があったの？きちんと説明しなさいよ。変な箱があるにゃ。それ持ってこられないかな。思ったより軽いにゃ。今持っていくにゃ。これにゃ。お札が貼られた箱、これってもしかして。うん、間違いない。これがポルターガイスト現象を引き起こしていた原因だろうね。その証拠に封印の紐が切れている。さっきのネズミがかじったに違いないにゃ。やっぱりネズミは嫌いにゃ。お札にはかすれてて読めないな。かろうじてのんってよだけ読めるにゃ。あれ、これ飲むとかそういう字だよね、違ったっけ。まあいいや。これだけじゃ何を封じていたのかわからないね。封印が解けているんなら中を開けてみましょうよ。そうだね、それじゃあ開けるよ。ごくり。あら、これって手鏡かしら。かなりの年代物みたいだね。鏡の部分がガラスじゃない。ガラスじゃないと古いの？その昔、鏡は銅を磨いて作ったにゃ。その後進化して水銀を使うようになり、今ではガラスを使うようになったにゃ。そんなに古いものならこれで間違いなさそうね。そうだね、一度北二堂に持ち帰って詳しく調べてみよう。あとは？タンス？ここかな？ちょっと坊ちゃん、何やってるんですか？タンスの中を調べようと思ったんだけど、何か問題があったかな？問題終わりですよ。女性の部屋のタンスを勝手に開けようなんて。いや、これ調査だし。なら私がやります。坊ちゃん、あっち向いていてください。はいはい。ふむ、下着くらいしか入ってないんや。あんたもあっち向いてなさい。式紙に性別なんか似合いのに。ここは志保に従おうよ。わかったにゃ。うん、何も異常はないわね。本当にゃ？あんたは私の言葉が信じられないって言うの？ここは志保を信じることにしよう。あとは花瓶にゃ。中には何も入ってないわ。おかしなところはないみたいだね。別のところを探してみよう。これ？ここから外が見えるにゃ。隣の家までかなり離れていますね。ってことは原因はこの屋敷内にあるみたいだね。完了か。カミラさん、少しいいですか？はいはい、なんざますか？ギャー！どうされたざますか？そんなに驚かれて。カミラさん、口から血が。
あ、トマトジュースを飲んでいる時に呼ばれたもので、明日ないざます。トマトジュースにやのか。そうよね、血なわけがないわよね。そうざます。で、私に何かご用ざますか。天井裏から手鏡が見つかりました。もう少し詳しく調べてみたいので、お借りしてよろしいでしょうか。ええ、原因究明に必要でしたらどうぞ。ありがとうございます。何か分かりましたらすぐにお知らせします。でも持ち帰って調べるんだっけか。戻ってきたにゃ。早速手鏡を調べてみよう。こういうの大抵危険な曰くがあるんだにゃ。なんか怪しい模様がありますね。どれどれ、怪しい模様ね。持つ部分が変な模様になってるにゃ。この持つ部分の模様はただの滑り止めじゃないかしら。金属製の手鏡は重いから、持つ部分にこんな装飾がよく使われているわ。へえ、そうなんだ。うん。てい。丁寧に扱われてきたんだろう。鏡面は一点の曇りもないね。使い勝手はともかく、こういう骨董品の手鏡は味わいがあっていいわね。ま、現代の鏡の方が綺麗に映るのは仕方ないにゃ。ギャ。シロ、どうした？俺がいつの間にか五分になってるにゃ。え？猫の姿だよ。自分の状態もわからなくなったの？え？でも鏡には五分で映ってるにゃ。どれどれ。え？坊ちゃん、どうしたんです？耳が出てる。耳？何の？狐耳だよ。出てませんよ。え？そういうことか。これ、どういうことにゃ？つまり、この鏡はもののけの本来の姿を映すことができるんだ。それ、完全に普通の鏡じゃないわよね。ああ、この鏡に何らかの力が込められているのは間違いないね。男の模様か？これ、何か文字みたいに見えるにゃ。そうね。でも、この文字、なんて読むのかしら。なんて読むんだっけ、これ。これ、梵字だね。梵字でいいのか？わかる。梵字？古代のインドの文字にゃ。古代のインドの文字がなんでこんなところに。この鏡には仏教にまつわる何かが関わっているんだろうね。ちょっと待って、なんで古代インドの文字が書かれていたら仏教にまつわるの。司法はダメだにゃ。別に私だって知らないことはあるわよ。仏教が誕生したのはインドなのは知ってるよね。ええ、だから古い仏教の書物はすべてインドの言葉で書かれていたんだ。あ、だから仏教と関係があるんじゃないかってことなのね。そう、この鏡がいくら古いって言っても古代インドで作られたものってわけじゃないだろうからね。納得したわ。これで全部か。見た目は単なる古い鏡だけど、念のために封印する方がいいのかな。と言っても信玄とかわからないにゃ。別に僕らじゃなくても衛進さんや五条院さんが封印すればいいわけだし。そうね、もののけってわけでもないし、普通に封印するだけなら人間でも可能だし。か、我はもののけだ。何？どこから声がしたの？あれにゃ、鏡から聞こえたにゃ。
いかにも我が怪奇現象を起こしていたのだよ。鏡が喋った。あなたはもしかして鏡に宿ったつくも神ですか。つくも神。いかにも600年の弱いを経てつくも神として覚醒したのだ。600年。むちゃくちゃにゃか。ひ、我は足利氏の姫君に送るため作られた由緒正しい鏡像。読み方合ってる？足わからん。足利の姫君。そうである。足利氏の姫君って誰？読み方合ってるのか。足利氏の姫君、室町幕府初代将軍である足利尊何も読めん。姫君、鶴王の姫君とも、幼くして死んだと言われている。はい。どうやら600歳っていう、どうやら600歳っていうのは本当みたいだね。俺の倍くらいかにゃ。そこの女、我を封じようと言おったな。絶対に許さん。何よ、脅したって無駄なんだから。ダメだよ、挑発するようなことを言っちゃ。よかろう、これでも食らえ。またなんか食らってる。うわ、なんにゃ。キャー、収まったみたいにゃ。あれ、志保どこ。もちゃん、ここです。声はすれど姿が見えないにゃ。取り込まれたな。ここ鏡の中。え、いたにゃ。どうやって鏡の中に入ったにゃ。そんなのわからないわよ。気づいたら中に閉じ込められていたの。我を封じようとして罰だ。何が罰よ、いいから早く出してよ。お前は人質だ、そこの小狐。我を封じようとすれば一緒にこの娘も封じることとなるぞ。そんな。安心しろ、こんな小娘我の趣味ではない。取って食うつもりはない。何を鏡のくせに偉そうな。志保、落ち着いて。ここは鏡の話を聞こうよ。お前は賢いな小狐。小娘は解放してやってもいいよ。ただし条件がある。条件って何や。我が愛しき伴侶を探し出すのだ。愛しき伴侶ですか。こんな小娘とは違い、我が妻は美しい流線形の容姿を持ち、つやつやしておる。難しい漢字ばかり出さないでください、読めない。確かに志保は年齢の割には女性らしくないにゃ。ふざけてこと言ってるんじゃないわよ。もしかしてあなたの奥さんってあなたと同じ鏡ですか。さよ、妻に会えない悲しみから毎晩暴れていたのだ。やっぱりこいつの仕業だったにゃ。こぎつ、我の願いを聞き入れるのか聞き入れないのか、返答やいかに。もちゃん、こんなやつの話なんか聞く必要ないです。それもよかろう。ならばこの娘は一周鏡の中だ。そんな。わかりました、あなたの奥さんを探します。おう、まかとか。だからもし見つかったら。わかっておる、この娘は解放しよう。約束ですよ。これでも何鏡がつく存在だ。約束をハンコにするようなことはせん。どうしよっかな、時間的にちょっと早めな気はするけど、終わっておきますか。はい、というわけでね、今回はこれにて終了とさせていただきましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた次回続きをやっていきたいと思います。じゃあねー。